私たちはアミンチュを応援しています。冒険、発掘、アニメに特撮、旅、そして体操、ライブ、みんなでニュースを作ろうよ。6時だよ。知ったかぶりかいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今年も琵琶湖一周歩いた安のおっさん、2ヶ月のアンギャの中からより抜きの名場面をお送りするよ。琵琶湖一周アンギャ面白傑作選。こんにちは、おっさんやで。うわー、かわいい。うん、バーコー飲みる？ちょっと今日暑いで、日に焼けて。ほんまや。触ってもええで。暑っ。暑い。暑い。わしも暑いねわ。お、あれやん、わし見つけて走っていてくれてこけたん？こけちゃって。あらららら ら大丈夫？なあ。大丈夫やで。ああ、痛いの痛いの、飛んでき。よかった。飛んでタックルのとこへドーン。うん、もうタックルのとこ行ったからな、痛いの。うん、ああ、もう大丈夫。ふわふわの時間やで。うん、ありがとう、バイバイ。こんにちは。あ、今年もありがとうね。お、ブカブカやったのにもうぴったりになってきたやん。アップではいらんか。アップで、うん、ドアアップ、よいしょよいしょ。わしが寄っていくアップ、のけぞってるね。ブリッジなってるね、倒れるね。こんにちは。こんにちは。3、4人ではなかなか手回らへんで。あ、眉毛リリーシー、ええとこ気づいてくれた。そうやね、それなかなか言うてくれる人おれへんね。みんなバーコードに聞いとられて。いけない。どこがイケメン？眉毛がイケメン。眉毛がイケメン。えら限定的なイケメンやな。こんにちは、お待たせ。頭見たいんちゃう？3回出すでわし。また今年も。はい、交互に頭見よう。はい、もう一人。はい、おしろ傑作戦はまだまだ続くよ。次回もお楽しみに。おっさん日和。安野さん、うん、何？今週末10月24、25日の2日間開かれる発酵マルシェ、待ち遠しいですね。発酵中。誰や、わしの噂してんのは。あ、中年のダンディ丸出し合いで言うてらるんか。安野さん、ポジティブですね。まだな。発酵マルシェは滋賀県の発酵食品を扱うお店が5店舗出店。開催は豊里町の日本酒の老舗岡村本家さんの金亀酒造祭り内で行われます。酒造祭り、素敵すぎてクラクラするで。うまい。ほんま？はい。今日も出店するお店をピックアップ。高島の老舗ハンカイスさん、
滋賀県で唯一地元の酢醸造場で江戸時代の製法を再現しています。おすすめはこの大見関玄米。環境こだわり米などの高島さん素材だけで作ったこだわりの一品です。そしてアドベリーを玄米酢につけて作ったアドベリービネガーも要チェック。試飲もできるみたいですよ。そやで、試飲言うても試飲とせんとキャッキャ言いながら飲んでも構わへんねやで。今のダジャレ面白かった人試飲ってしてるよ。週末の発酵マルシェ開催楽しみですね。皆さんお待ちしてます。特殊詐欺から高架市のおじいちゃんおばあちゃんを守れ。安野おっさん騙されんといてリサイタル高架市編。特殊詐欺防止を訴える騙されんといてリサイタル、その告知のために安野おっさん高架市を歩きます。言われたけども、はい、ほんまに準備抜かれない初売りタイトルやからな。はい、あ、そうですね、うん、いろいろ、あの例えばやで、はい、わしの歌う歌が、はい、素敵すぎてやな、はい、どうしても帰りに CD 行こうで帰りたいとか言う人おったら販売するってことですか。おそんなんもう、はい、もうこれ聞かんことには、夜も眠れんよ。あいや大丈夫だと思います。それはどういうこと、大丈夫、大丈夫、こちら分かりましたと、今から製造しましょうっていうこと。あの、いや、そう、皆さん心で受け止めてくださって、あの、多分それで満足されると思います。結局作らへんそんな人はおらんやろ。いやいや、そんなことない。よし、見ておれもう、なんか催眠かかって、はいはい、壇上に上がってきて、もう、やつおさんためやったら50万でも100万でも払うわ、いう催眠にかけてくる。それこそ詐欺ですけど。そうやな。感激のあまりこう、はい、わしに向かってこうテープを投げたりとか、そういう避ける練習とかしなあかんやろ。せーの、左、お、右、右、当たりました今。心の想像でも当たってしまった。もうちゃんと行くで、結構たくさんとかやるみたいだから行くで。せーの、右、あ、当たった。行きます、せーの、左、右、左、左、よいしょ、右、よいしょ、左、よいしょ、右、よいしょ、当たるやろ。この看板のこの子、めっちゃ驚いてるな。これ、抜かってることほんまにあらへんか。足の身になって考えてみ。足らんのちゃう、そういうことが。バッグ最近詰めたり。いやいや、そんな。バッグごとにしてみ。それはちょっと。形から入るんや、わからんときは。すいません、それはちょっと勘弁してください。うん、体型は徐々に似てきてるけど、復元を制しとくわ。ありがとうございます。そこから見たら、わし二人みたいなのあるんだ。安野さん、大事な、こう、登場シーン、安野さんがどういう風に登場するかって、ちょっと気になりますね。あ、そうやな。はい。わし、うっすら聞いてんねんけどな。はい。あ、そうなんですか。うん、あの、コアラジー司会やろ。はい、はい。うん、ナミカちゃんと。はい。まあ、コアラジーからは、あの、読んだら入ってきて、って。書いて言うか、書いて言うか。いつも。アバウトなこと聞いてんねんけど。うん、いつも通りです、ね、わらじらしいな、うん、だ登場はどんなのがあんの、パターンで言ったら。パターンで言うとすごい、あこのホールさんは、あこかしみほさんはゴンドラあんの。いやゴンドラは多分ないとは思うんですけど。あ、そうかいな。他にどんな登場があんねやろ。あ、要はあれやつ、あの、はい、客席走ってくるやつな。はいはいはい、後ろからたーで、こうなんか握手みたいな。お花なんかこうできてくれた、ありがとね、受け取るわ、よいしょ、ありがとね、ありがとね、ありがとね、ありがとう、ありがとう、でもひねりうまくてにやらしてながらイメージトレーニングバッチリじゃないですか。大事やな。来てないよ。
あき忍者がも来るさかいな。はい、ありがとう。お父さんと同じ。お腹出てんの？僕のお父さんとしてな。お腹出てんの？一回ちょっと健康診断行っていいと思ったんですよ。お気になぁ。ほんまに。あきに。この辺の方はやっぱりみんな昔は忍者やったんだな。いや、そんなことない。そんなことないな。こんにちは。あの特殊詐欺とか電話かかってきたりする？オレオレ詐欺とか。出ろ。オレオレ詐欺。電話出へんの。そりゃええな、できたんだけど、必要なことかかってきたらどうすんの？え？いる、大事な用事だったらどうすんの、電話。そういうこともあるかわからん。おおらかなんか大事やいうことやな。ありがとう。ご苦労さんでございます。お気に。えらいですよ、ずっと。それでは一曲、特殊詐欺を防ぐため、安のおっさん、心を込めて歌います。恋の救急トレイン。普段のあなたなら、騙されないわ。だけど誰でも追い込まれたら別でしょ。とか裁判逮捕、あなたの心が狂々になっても止まらない。それが相手の手口よ。それが詐欺の手口よ。恋の狂々トレイン。冷静なあなたを置き去りにし、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。